皆さんこんにちは、バーネコマタヤの新井です。今日お作りするカクテルですけども、ネコマタヤの大人気カクテル、モヒートです。モヒートは大きく分けると2種類、1つはキューバで作られる炭酸が入るタイプと、カリビアンモヒートといって炭酸が入らないクラッシュアイスだけで満たしたカクテルと2種類あります。ネコマタヤはキューバンスタイルでお作りしていきます。それではまずじゃあ作っていきましょう。まずはタンブラーです。タンブラーにミントを入れます。ミントを店によってはなんですが、葉っぱごと丁寧に1個1個ちぎって入れる方もいますけども、茎の部分にも香りがあったりするので、まあ、そのまま大きめに切っていただければ構わないと思います。またミントにもいくつか実は種類がありまして、大きく分けると3つ、日本ハッカっていうのと、ペパーミントとスペアミントです。キューバで作られているイエルバブエナという、まあ、スペイン語で訳してしまうといい草という意味なんですけども、そのいい草というミントの品種がありまして、これを調べてみると実はペパーミントの種類なんですね。ただちょっと野生味があふれる形なので、ネコマタヤではペパーミント派生のクールミントというミント、これを自家栽培して作ってます。はい、まずミントを入れます。そうしましたらミントを軽く手でグラスの縁、リムって言ったりするんですけど、リムのところにこすりつけます。香りを移すんですね。続きましてフレッシュなライムジュース、これをライムの8分の1カットを串型にして、串切りですね、串切りにして、それをさらに細かくしてグラスの中に入れていきます。そしてペストルというのがあるので、このペストルない場合はすりこぎ棒で構わないんですが、このペストルで潰していきます。ライムの果汁とミントの香味成分をグラスいっぱいに広げる目的で潰します。潰しすぎるとえぐみが出るので、ポイントとしてはこのぐらいがいいかと思います。そしてさらにフレッシュのライムジュース、フレッシュのライムを切ったにもかかわらず、なぜフレッシュライムジュースを使うかってことなんですが、フレッシュのライムっていうのは物によって酸味とか糖度がまちまちなんで、あらかじめライムジュースをたくさん絞っておいて、糖度の均一化を狙うことがあります。なので、まあ、絞っておいたライムジュース、これを 10cc、 そして次にキューバのラム酒というとハバナクラブというラム酒があるので、これをネコマタヤでは 30cc 注ぎます。そして普通キューバとかでは砂糖を使うんですが、ネコマタヤではモナンのモヒートミントシロップというのがあって、甘みとあと、まあ、フレーバーが両方とも備わっているものがあります。これを 10cc 注ぎます。この段階で軽く混ぜ合わせて味を見ます。少し甘いというふうに感じたらライムジュースをさらに足して、そして甘さが逆に足りないときはシロップを足してみてください。細かいクラッシュドアイス、これを使ってグラスの中にいっぱい満たしていきます。はい、そうしましたら炭酸で満たします。炭酸大体90ml ぐらいですね。はい、下の方が、まあ、アルコールが溜まっている状態なので、軽く下から上に引き上げるイメージで攪拌をしていきます。やりすぎると炭酸が飛びますから。はい、最後に香りのアクセント、飲むときに香りがたくさん飛んできた方がより清涼感を感じるので、ミントの上の部分だけを切って、でミントの実は葉っぱの裏のところに実はカプセル、香りのカプセルがたくさんあるので、そのミントの香りを立たせるためにも軽く裏を撫でてあげます。そうするととってもいい香りが出ます。ここがポイントです。続けていいですか。ここがポイントです。はい、からグラスに入れて、最後にストローを添えます。ストロー2本つけてください。よく2本で出すと、これは恋人同士で飲むのなんていうふうにも言われるんですけど、もちろんそれでも構わないんですが、
クラッシュドアイス、小さい氷とかミントとかライムとか果肉が入っているものが1本だと詰まってしまって飲めなくなっちゃう可能性があるので、必ず2本添えてあげるのがセオリーなんです。はい、お待たせしました。猫又屋のモヒートです。ボナペティ。